昔いまし、今いまし、やがて来たるべき方、時を超え、場所を超えて、空間を超えて、褒めたたえられるべき方、永遠の時の流れの中で、今日というこの一日の礼拝に、全能者なる方の願いが、救いが、癒しがなりますように、霊と誠と思って、主なる神、イエス・キリストを礼拝します。この時を心より感謝して、イエス・キリストの御名によって、アーメン。おはようございます。6月の末から2週間、私と鈴木康さんでアメリカ・カナダ伝道に使わされました。本当に今のこの大変な時、コロナも収まっていないし、戦争も始まっていた時でしたので、本当に皆さん のキリストの体の祈りがによって守られた伝道だったと強く感じています。私たちの伝道の最中に日本でも元総理の安倍さんが銃撃されるという事件が起こって、私たちもニューヨークでそれを聞いた時にもう本当にみんなびっくりしました。でも本当にアメリカではもうそのような、銃撃事件が大きなものはもちろん日本でも報道されるんですけれども、もう小さなものはもう報道されない、もうそういうのが何件も日に起こっているっていう状態だそうです。そして以前からのその政治的な国の分断っていうのがずっと続いていて、このコロナ禍においてはね、例えばマスク一つ、ワクチン一つ取っても、そういう政治的な背景でこう人々が分断されているんです。例えば何々派の人はマスクは信頼しないとか、そういうのがすごくあって、何か本当にアメリカの国が傷んでいる、そのことを私たちもずっと祈っていたんですけれども、私自身アメリカの地でキリストに出会ったものです。そしてこの子羊の群れを始められたピーター先生はもう長い間アメリカの地で牧会をされていましたよね。そして白い鳩が美津子さんに下ったのもアメリカ・ニュージャージーの地でした。そういう意味で本当にアメリカっていうのは今までいろいろと問題はあっても、やはりそのクリスチャンの祈りっていうか、その祈りがやっぱり国を覆っていた、そういう国だったと思っていたんですけれども、本当にここまでアメリカの地がね、痛み、なんかもうバラバラになってしまっているっていうのを私たちは祈っていましたけれども、そのことを考えているときに、やっぱりこれはアメリカの教会がね、本当に霊的な力を失ってしまった、自分たちの都合のいい神様を求めて、こう自分が祝福される礼拝、そういう感じになって、そして積極的に政治にも足を踏み込んでね、もうこういう礼拝の中でその政党の応援をしたりっていうのがもう当たり前になっている、そんな礼拝がもうほぼほとんどになっている、そういうアメリカの教会のなんか霊的な力がね、失われているのがやはりこの国のバラバラなこと、そういうことにすごく影響しているって私と康さんは思ってね。そしてたとえ小さな群れであっても私たち子羊の群れの礼拝、この賛美の誠の礼拝がどれだけこの国をね守るかと思って、
そしてこの伝道を計画しました。この伝道に向けて私と安井さんには一つのキーワードがありました。それがモアクリスタルミーティングっていう、出していただいていいですか、この言葉だったんですけど、もう本当にこの一言だけで言ったっていう感じぐらいにこの言葉でした。出しておいてください。この言葉っていうのは今年2月に光子さんがある日夢の中でこの言葉をこう文字で、こういう英語の文字で見られたっていう言葉で、でモアっていうのはさらにですよね。でクリスタルっていうのはね、透明なとか、クリスタルって宝石、水晶ですよね。ミーティングはミーティング、会合だったり、あったりすることもミーティングですけれども、この言葉モアクリスタルミーティングって本当に謎かけのような言葉でね、私たちもこの言葉をどういう意味だろう、なぜ今神様はこれを光子さんに見せられたんだろうってみんなで祈ってきました。そして3月のリトリートでピーター先生がこのモアクリスタルミーティングの、クリスタルは黙示録の御座の前の礼拝だ、水晶のように輝いている、黙示録のに書かれていますよね。私たちのこの礼拝がこのモアクリスタルミーティングなんだって宣言されました。子羊の群れっていうのはもうその最初からキリストの愛だけで十分である、そして賛美で全ては完成する、人の努力やそういう教えとかそういうことではない、ただ私たちがキリストを礼拝する、そこだけに立つっていうことをビジョンとしてきた群れです。また2000年に天の賛美が与えられてからはもうまさに天の礼拝をずっと求めてきました。しかし今この終わりの時にこのモアクリスタルミーティングって言われた、このモアっていうのがさらにですよね。さらに私たちがこの私たちに与えられている子羊の群れのビジョンにクリアに立てって、この礼拝だけに立て、そう言われているように思い、このこと、このキーワードで今回の伝道に使わされました。そしてニューヨークの地ではまずこのビジョンをみんなで確認して祈りという時を持ちました。で2週間の滞在だったんですけれども、その最初の週末っていうのは私と安さんが別れて、私はカナダに、そして安さんはシカゴに、伝道にそのニューヨークからさらに使わされていくっていう予定で、私はカナダにニューヨークの地区スタッフの新井さつきさんと一緒に使わされることになっていました。この伝道っていうのは2年半ぶりで、カナダに使わされるのももちろん2年半ぶり、そしてカナダっていうのは大きい国ですけれども本当に小さな群れで、今リーダーが2人だけで、そしてもちろんこの期間一緒に賛美もしてないですから、本当にそれぞれがたった一人で主を礼拝してきた群れです。でこの礼拝に主が何を願っておられるのかなって祈った時に、なんかもう何にも思いが来なくて、そしてただ一つだけ、フーフーフーのアレルヤが賛美したいっていう思いだけが私はあったんです。フーフーフーのアレルヤは今年のリトリートのコンサートでも賛美した風の祈りの賛美です。この賛美をカナダの地でなんか風とともに、作られたすべてのものとともに賛美したい、その思いだけでした。で一緒に使わされたさつきさんはそれを私が話した時に、いやでもこの賛美結構難しいから大丈夫かなって思ったそうなんですね。
ちょっとプロジェクターつけてもらっていいですか。フーフーフーの、フーフーフーは最初に風の音のフー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 っていう、プロジェクターで見たらただのフーフーでそんなに難しく感じないんですけど、これ楽譜を見るとね、なんかすごく記号、シャープ記号とかナチュラル記号とかあって、で私も実は楽譜見るとよく歌えないんですね。すごい難しく思っちゃって。でもこの賛美はそういう後で耳で聞いたのを後で楽譜にしてるわけですから、別に楽譜は見なくてもいいよって、本当に風の賛美だから風が吹くように賛美したらいいんですって話して押して、そして風ってね、ふー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 って吹かないですよねって、ふーってこうふーふーふーってこういう風をイメージして賛美しましょうって言って賛美をカナダでしたら、もうその第一声からもう風がふわーっと吹いて、響きがもう、私たちたったその時賛美練習だったんで4人だったんですけれども、もう響きがふわーっと、もう私たちだけの響きじゃない、本当に天から地からなんかもう作られたものが一つになった賛美がそこにありました。本当にこのパンデミックの期間、たった一人主に向かって賛美してた賛美が全てここにつながってた。主は本当に私たちをこの賛美の中で育ててくださっていた。もうその一音を聞いただけでそう確信しました。そしてこの賛美を楽譜を見ないでね、ってこの一段目の風をね、もう何度も何度も練習するたびに、こうもうどん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 風が広がっていきました。そしてふーふーふー癒したまえってこう2段目に入っていくんですけど、そしてまあずっとその1段目の風を練習して2段目に入った時にね、そこでカナダでリーダーをしている増永英子さんが言われたんです。あら、この2段目も風だったんですねって。で私はそれを聞いてすごい嬉しくなって、いやそうなんですよって、本当にフーフーはすごく風の音だけども、2段目も本当に風、3段目も風、もうそう言ったらもう賛美は本当全部風なんですって言って話したんですけど、本当に私たちのこの天から与えられている賛美っていうのはもう歌う、私たちがもちろん歌うんですが、もう歌ではないんですよね。本当に神様の息がそこにあって、もう全ての作られたものが共にそこに、私たちが賛美するときにそこにもう入ってきたいって待ってるんですよね。一つ美津子さんが以前紹介してくださった解き明かしを読みたいと思います。被造物は人の賛美の声を待っている、共に賛美するものとなるためである。でこの解き明かしを光子さんが紹介してくださった時に、これはね、賛美の信仰に立つ者の賛美を待ってるのよって言っておられたんです。あ、そうなんだ。賛美の信仰に立つ者っていうのは、私たちに与えられているビジョン、キリストの愛だけで十分である、そしてこの賛美で全ては完成する、これを信じる者のことです。で、この賛美、私たちが信じる者が賛美するときに、もう滑ってこの賛美を待っていた者たちはもうたくさんいて、目には見えないですけれどもたくさんいて、もうそこに入ってくるんですよね。で、この賛美をカナダでもしたんですけれども、ニューヨークでも、ニューヨークの最後の日にニューヨークの合同礼拝を持ったんですが、そこでもこの賛美をしました。ニューヨークの合同礼拝では日本人ももちろんいましたけど、もうそれよりももう他の人種の人の方が多かったんじゃないかっていうぐらい、もう本当にさまざまなバックグラウンドの方たちが集められて、30数名ですかね、集められました。
そしてこの賛美をみんなでふーふーふーってこう賛美したら、やっぱりそこでももうふわーっと風が吹いて、あの賛美が満ちました。で、私はもう本当に、でその時はもうただ感動してたんですけど、後で気づいたんです。あのなんかもう私たち当たり前のようにね、こう風とともに、私も当たり前のように風とともに賛美してくださいねとかって言ってたんですけど、あの西洋人のその考えってね、あのあんまりそういう考えってないんですよね。なんか風は風、人は人みたいな感じがすごいあって、で多分風が祈ってるなんて考えたことある人は普通いないと思うんですけども、でもその時にね、もういろんな人種の方がその風の祈りですから、風とともに風となって賛美しましょうって言った時に、もうすっごいみんなが風になったんですね。なんかそれを思い出して、改めて本当にこの風の礼拝っていうのは宇宙礼拝なんだ、これが霊と誠の礼拝なんだ、もうどんな人生を歩んできたかとか、どんな人種だとか何人だとか、そういうことは一切関係ない。もうこの神の息を感じて、神と共に、神の子たちと共に賛美する、これがなんか宇宙礼拝の共通語なんだってすごく思って嬉しくなりました。今本当にこの大変な終わりの時代、もう私たちの核戦争の危機がもうすぐ隣にある今のこの時代、私たちは人間だけではない、地上のものだけではない、天の人も地の人も、そして作られたすべてのものが共にこの賛美を捧げたいと思います。ふうふうふうのアレルヤを共に賛美し、地の癒しを祈ります。最初の1段目を何度か繰り返します。その時に最初賛美隊が賛美しますので、皆さんも本当にその賛美を聞いて、自然な風のその響きを共に響きながらこの賛美を捧げたいと思います。
血を癒したまえこの地を。主よ癒したまえ。私たちは作られたすべてのものとともに、天の方々とともに、あなたに祈ります。どうかこの地に平和を、あなたの平和を与えたまえ。イエス様の御名によって、アーメン。安井さんと私にはこのモアクリスタルミーティングっていう言葉とともに一つの御言葉が迫っていました。それがヨハネ4章の誠の礼拝の箇所です。それを読ませてください。イエス様がサマリアの女に語った言葉です。女よ、私の言うことを信じなさい。あなた方がこの山でも、またエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし誠の礼拝をする者たちが、霊と誠と思って父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠と思って礼拝すべきである。ヨハネ4章21から24節です。そしてニューヨークでね、この話をしていて、やすしさんが語ってくれました。本来なら礼拝っていうのはどこでしても喜ばれるべきことなのに、なんでイエス様はこの山でもエルサレムでもないって、そんな否定的なことを言ったのかって、それを考えていたって。でもその時に思ったんだって。この山っていうのは異邦人、ユダヤ人以外の人たちですよね。当時の異邦人にとってはこの山はすごく聖なる場所で、そしてエルサレムっていうのはユダヤ人にとってとっても特別な、神の聖別された町、礼拝の場所。でもイエス様がね、この山でもエルサレムでもないって言ったのは、そういうそれぞれの民族の伝統や主義主張はいらない、そこには立たないということだと思うって、安井さんが話してくれたのを聞いてね、私も本当にそうだなって思いました。今ロシアのウクライナ侵攻は続いていますけれども、ロシアはウクライナはもともと自分たちの土地だったんだから、もうそれ自分たちが治めるのは当然だって思っているし、そしてつい先日も中国からのミサイルが日本の領海に入ったって日本は怒っていて、もう私もなんでってもちろん思ったけれども、中国の人にしたらそんな領海なんて、そんな初めから存在してませんって言ってましたよね。もう本当にそんなってもう私も思いますけど、でもそこに怒っても反発しても答えはない。私たちが今この終わりの時に主に賛美の民として呼ばれたのは、私たちがこの誠の礼拝を捧げるため、自分たちの主義主張を一切入れない、いろんな考えはあるけれどもそこに立つのではない、ただ神だけを、誠の救い主だけを礼拝する、それが主が願われた風の礼拝であると思います。このヨハネ4章の
前の3章の風の御言葉を読ませてください。風は思いのままに吹く、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかは知らない。霊から生まれるものも皆それと同じである。私たちは主が霊から生まれるものとしてくださったものだから、いろんな問題が起こる、どうしようもない状況になる、戦争がいつ起こるかもしれない不安がある、コロナの危機がすぐそこまで迫っている、いろんなことはあるけれども、私たちはその重荷を背負わない、すべてをこの主に委ね、風とされて風の礼拝を捧げる、子羊の群れに呼ばれた者の務めはこの風の礼拝、霊と誠の礼拝であると信じます。新しく霊と誠の礼拝に生きるのアレルヤが生まれましたので、今日は霊と誠の礼拝とともに最後立体賛美をします。最初に霊と誠の礼拝に生きるのアレルヤのアレルヤを聞いて、そこから賛美をスタートします。アレルヤ、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 アレルヤ。
私は、ニューヨークから地区スタッフのオニール翔子さんと、シカゴに使わされました。私たちがシカゴに滞在している間の7月4日アメリカの独立記念日の日のことです。シカゴ郊外でお祝いのパレードが行われていたところ、突然と一人の男が銃を持ってそのパレードに突入し銃を乱射しました。7人の命が奪われ30人以上が負傷しました。犯人は22歳の若者でした。その少し前の5月全世界を震撼させたテキサスの小学校の銃乱射事件の犯人も18歳の若者です。その少し前のバファローのスーパーマーケットの銃乱射事件の犯人も18歳の若者です。私は銃撃事件の被害者に、そして加害者に、若者や子どもたちが巻き込まれていることを本当に神の前で憂います。戦争や紛争でも若者や子どもたちが銃を持ち、そしてその被害者にもなっています。イエス様がマタイ24章の中で終わりの時の現象について予言している箇所があります。その中でこう言われました。また不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるであろう。マタイ24章12節。終わりの時には多くの人の愛が冷えるであろうとイエス様は言われました。私は愛が冷えていくのは若者や子供たちからだと思ってます。彼らの心はその時代を映す鏡のようなものだと思うからです。すさまじい孤独と虚無が彼らの心を覆っているじゃないですか。そんな彼らの傷んだ心を癒し、本当の生きる喜びと力を作り出すものがなければアメリカの未来はない、日本の未来もない、世界の未来もないと私は考えてます。でもです、絶対の希望があるんです。それは人の目には絶望に見えるほど痛み傷ついたこの地球を癒し、そして冷えてしまった人の中の愛を再び温め直し、本当の救いの喜びと本当の生きる力を作り出すものがある。それがキリストの十字架の贖いだけを霊と誠をもって賛美する礼拝です。それが霊と誠の礼拝であり、モアクリスタルミーティングであると私は確信してます。シカゴの合同礼拝にはスタッフリーダーの娘さん息子さんたち、アメリカで生まれ育った若い彼らが親たちと一緒に礼拝に参加しました。彼らと礼拝を共にして分かったんですが、
親に言われたから、ただ礼拝に参加してるだけではない。小さい時から賛美と礼拝の中で育ってきた彼らは礼拝の大切さを知ってると思いました。彼らはこれからのアメリカを、これからの時代を生きていく者たちの代表です。この彼らが霊と誠の礼拝の力を知り、子羊の群れのビジョンを喜び、賛美を喜ぶなら、必ず彼ら代表を通してアメリカの傷んだ若者に、いや世界の傷ついた若者にキリストの癒しが流れていくと信じました。礼拝が終わって、お昼を挟んで、その彼ら、5人なんですけど、上は大学生、それから高校生、中学生、この彼ら若い者たちだけを集めて、子羊の群れのビジョンを英語で語る時を持ちました。で、私は特に彼らに語りたかったのが、子羊の群れという教会がどのように誕生したか、それを自分の言葉で語りたいと思いました。1989年、当時フィラデルフィアの日本人教会の人気牧師であったピーター先生は、2ヶ月間の日本伝道旅行に出かけます。いろいろな教会や集会に招かれて、そこで神の愛を語り、人々は喜び、癒され、そして救われていきます。筑波ではまだ白い鳩の体験からわずか1ヶ月しか経ってない光子さんも合流し、圧倒的な癒しが流れます。その日本伝道からアメリカに戻る飛行機の中のことです。実りの多かった伝道の余韻をかみしめながら、喜びに浸っていたピーター先生に、突然と心身と神様の悲しみが迫ってきたんです。その喜びとは裏腹に、神様の深い悲しみが迫ってきた。戸惑うピーター先生に主はこう語ります。お前は少しばかりの魂が救われたからといって喜んでいるのか。私には飼うもののない羊のように、たくさんの傷つき傷んでいる魂があるのをお前は見えないのか。衝撃を受けたピーター先生はアメリカに戻るなり、日本にいた光子さんと国際電話で祈ります。その時に主が二人にきりと語られました。お前たちは柵の外に行け、飼うもののない羊のところに行け。その主の声をに聞き従ったピーター先生は、長く牧会していたフィラデルフィアの教会の牧師を辞めて、ついに1991年、子羊の群れの働きに専念するに至りました。私はこの一連の流れを若者たちに説明しながら、一つの御言葉を読みました。私にはまたこの囲いにいない他の羊がある。私は彼らをも導かなければならない。彼らも私の声に聞き従うであろう。そしてついに一つの群れ、一人の羊飼いとなるであろう。ヨハネ10章16節。イエス様には
導かなければならないこの囲いの外の羊たちがいると言います。この囲いというのは、私はキリスト教会の組織や建物のことを言っているとも思うんですが、それだけじゃない。キリスト教会が長いこと当たり前のように守ってきた伝統的な教えも、その一つの囲いなのだと思うと彼らに話しました。例えば、洗礼というのは聖書の基本的な知識を勉強してから受けるものであって、洗礼を受けたら教会員となる。牧師に忠実で、行いや奉仕に熱心な者がより神の恵みを受けることができる。キリストを信じることなくこの地を去った者は地獄に送られる。このような伝統的な教えという囲いに属すことができないたくさんの羊たちがいる。いや、その囲いがあることによってストレートにキリストのところに行くことができないたくさんの傷ついた羊たちがいる。私たちが信じている神様は、本当にキリストを信じる機会がなく、この地を去った者を一方的に地獄に送られるような神様ですか？十字架で悲しみの人となって打たれ傷つき、命を捨てられた方の身代わりの愛が届くところが、届かないところがあるんですか？ない。キリストの愛は囲いを越えて、天と地の境を越えて流れていく。そんなキリストの愛を純粋に惜しみなく注ぐために、その十字架の愛を純粋に惜しみなく賛美するために、神様の願いによって誕生したのが、私たちこの子羊の群れ教会ですと若い者たちに伝えました。その時だったんです。私ははっきり分かりました。自分の魂と彼ら5人の若い者たちの魂が響き合ったのを感じたんです。もうその感動は言葉に表せないほど大きなものでした。その中の一人が後で、礼拝と子羊の群れのビジョンを語る時の感想を英語で書いて事務局に送ってくれました。またもう一人の別の高校生の女の子は、この礼拝とビジョンを語る時を通して、私が将来何をしていくのか見えたような気がしたという感想を言ってくれました。本当に嬉しかったです。私は、全ての人にこの子羊の群れのビジョン、霊と誠の礼拝のビジョンを伝えたいと願ってますが、特に若い人たち、アメリカの若い人たち、いや世界の若い人たちにこの子羊の群れのビジョンを引き継ぎたいと思っているのには、私にとって忘れることができない一人の若者との出会いがあるからです。まだ私が20代前半の時、カリフォルニアの日本食レストランで働いていた時です。当時私は現地の日本人教会に行ってました。ある夏の日のことです。アメリカに日本から短期のホームステイプログラムに参加していた一人の日本人の高校生の女の子が、
アメリカ人のホストファミリーに連れられて、私たちが行っていた日本人教会の礼拝に参加しに来ました。そのホストファミリーのアメリカ人はクリスチャンで、彼女がアメリカに滞在している間、彼女の言葉である日本語でイエス様のことを聞いてほしいという祈りを持って、彼女を私たちの教会に、連れてきたんです。礼拝が終わった後、当時私はその教会の青年会の、会長だったので、紹介されました。青年会といっても、もう若い人はほとんどいなくて、メンバーは2人だけで、私が会長、もう1人が副会長というありさまです。で、礼拝後にですね、その高校生の女の子の彼女と少し話しました。とっても可愛くて朗らかな子でした。そしたらね、彼女がこう言ったんです。私は聖書に興味があります。イエス・キリストのことを知りたいです。私は今こそね、伝道者をしてますが、その当時はですね、人に何かを伝えるなんていう情熱はなかったんです。でもあまりに真摯に言う彼女の言葉を聞いて、あ、そうしたら今度の土曜日に、青年会の集会を持つから、その時にね、あなたのためにいろいろ話をしてあげるから、ぜひ参加してみないと誘いました。そしたら彼女は喜んで、もうぜひ参加したいということで、その土曜日、私が車で彼女の滞在先に迎えに行くことに、を約束して、彼女は家の住所と連絡先を書いたメモを私に渡してくれました。その彼女と会うことになった土曜日の前日のことです。私の友人の一人が突然と私に連絡してきました。おい、ニュースを見たか。ニュースって何？いいからつけてみろ。この近辺で日本人の学生が暴漢に銃で撃たれて即死してしまったぞ。私は本当に驚きました。当時私が住んでいたエリアというのは本当に治安が良かったんです。ましてや日本人の学生が襲われるなんてことは考えられなかったんですね。でもそれを聞いた時にですね、私はふと明日会うことになった彼女のことが浮かんでしまったんです。いや、まさかまさか、いや、そんなことを考えてはいけない。でも必死に頭の中で打ち消しました。でも恐る恐るニュースを見てみたんです。そしたらなんと、その被害者はまさかでした。私が翌日会うことになっていたその日本人の高校生の女の子だったんです。明日会うことになってたのに、聖書に興味があるって言ってたのに、イエス・キリストのことを知りたいって言ってたのに、私はしばらくショックで立ち直ることができませんでした。今から35年も前のことです。子羊の群れに宇宙礼拝が開かれてから、私は信仰によってあの子を、あの彼女をキリストにつなぐ祈りをしました。風の教会にも招待しました。私は今日も来ていると信じてます。あの時言ったじゃないですか、私はイエス・キリストのことを知りたい。こんな小さな魂が言った一言を神が聞き逃すと思いますか。私は思わないです。あの魂の一言を神様は聞いておられた。今彼女は天で一番出会いたかった方に出会い喜んでいると、私はそう確信してます。このアメリカ伝道を通して、私はアメリカの若い人たち、いや、世界の若い人たちにこの子羊の群れのビジョンを引き継ぎたいという願いを持ったときに、
再びその彼女のことが浮かんできました。というか話しかけられたように思ったんです。彼女だけじゃなくて、事件や事故で巻き込まれてこの地を去った多くの若い人たちから話しかけられたように思いました。お願い、礼拝の力を伝えて、霊と誠の礼拝の力を伝えてあげて、私たちも応援してるから、そして私たちもその礼拝に行くから、本当にそうだと思いました。天がこの地から捧げられる霊と誠の礼拝に期待している。それはその礼拝を通して本当に神の救いが、十字架の贖いがなるからです。聖書はこう言います。終わりの時に主は主の霊をすべての人に注ぐ。その時若者はビジョンを見、老人は夢を見るであろう。現象世界が音を立てて崩れていくこの終わりの時に、礼拝の棚中で若者は十字架の救いのビジョンを見、そして老人たちは誠の平和がなる夢を見る。いや、すべての世代がこの霊と誠の礼拝の中で十字架の救いのビジョンを、誠の平和の夢を見るのです。このビジョンは、夢は虚しいことなんてないんです。それは必ず誠の礼拝の中で見るビジョンは、夢はなっていくからです。これが終わりの時の救いの希望であると信じます。今から聖餐式をします。私はこの聖餐式の棚中で一人一人に救いのビジョンを、まことの平和の夢を見てほしい。神がすべての人にその霊を注いだとき、若者はビジョンを見、老人は夢を見るであろう。そして主の名を呼ぶ者は皆救われるであろうと聖書が約束しています。私はこれにかけます。そしてこれにかけてほしい。悲しむ子よ、そしてそれにアメージンググレースを重ねる立体賛美をしながら、主の聖餐の時を持ちたいと思います。
あの方を見よ、十字架につけられたあの方を見よ。 In the midst of the Holy Communion You shall see visions And you shall dream dreams The vision of Jesus Christ And Him crucified これは天からのパン主の悲しみを食べなさい、そして一つとなりなさい。アーメン。これは主が流せし尊き血を、主の喜びを、永遠の喜びを飲みなさい、そして主の喜びと一つとなりなさい。アーメン。一つの国を選び、一人の人を選んだのは、すべての国々、すべての人々、すべてのものの喜びのためである。私は一つの国、一人の人としてお前たちを選んだ。すべての国々、すべての人々、すべてのもののために務めを負っているのである。すべてのもののために賛美せよ、すべてのものと共に賛美せよ。全地が賛美とされるためである。これが宇宙礼拝である。2015年3月20日、キリストイエス様、私たちはあなたの賛美に呼ばれました。すべての囲いが取り払われ、もはやこの宇宙礼拝に呼ばれないものは何一つありません。だから私たちは祈ります。すべてのものとともに、すべてのもののために賛美します。イエス・キリストの十字架を心から感謝し、アーメン。主に心からの感謝の献金をシャローハの賛美とともに捧げたいと思います。シャローハの今日はハワイ語で賛美し、そして最後ララランっていうの歌詞 が3番なんですけれども、ララランで何度か繰り返します。んだらんだらっていうところがあるので、そこをちょっと聞きながら賛美してもらえたらと思います。シャローシャローシャロー、Shalom, shalom, 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 shalom
主を感謝します。天の者たちが喜んでスキップする姿が浮かびます。そして地の者もこの大変な時に、いやこの大変な時だからこそ主を喜んで歌い踊り食べ飲んでいる姿が浮かびます。天と地一つになってあなたを感謝し喜びたいと願います。キリストイエス様の御名によってアーメン。最後に Come bless the Lord を賛美したいと思います。
Bless the Lord. All people, all nations, from heaven and earth, all creation, let us just worship the one who was slain. 主よ、神の子羊キリスト、私たちはただあなただけを礼拝します。父なる神御子イエスキリスト、聖霊の御名によって、アーメン。